クシシュトフミコアイ・ラジビューピョルンは、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート、大焼ピョルンは、雷電・落雷を意味する衣装。ヘトマンや大法官を務めたミコアイ・ラジビュールディコーの次男として、ビリニュスで生まれた。1569年より、リトアニア副主全館。1572年より、リトアニア野戦へ、トマン。1579年より、トラカイ城代及び、 リトアニア副大法官1584年よりビリニュス県知事1589年よりリトアニア大エトマンを務めた。またボリソフなど5地区の大官でもあった。クシシトフは生涯で4度結婚し、2番目の妻との間に長男ヤヌシ、家主を3番目の妻との間に次男、クシシトフを設けた。クシシトフはポーランドリトアニア共和国のモスクワロシアや スウェーデンとの戦役において、最も有能な軍司令官として活躍し、コケンハウゼンの戦いをポーランド側の勝利に導いた。彼は獲得した権力を自身が県知事職や大官職を得るために、多大な力添えをしてくれたラジビウケのメンバーたちと共有し、一族の繁栄のために尽くした。父や兄弟たちと同じく、彼は熱心なカルバン派であり、 対抗宗教改革に圧迫されつつあった、ポーランドリとアニアのプロテスタント信徒たちの強力な被護者であった。ありがとうございます。